織田信長である。このチャンネルではお城の魅力や面白さについて解説している。では早速今回のテーマに移ろう。今回のテーマはこちら。今回はお城の櫓を解説していくぞ。櫓についてこの6つのポイントで話を進めていく。1つ目は櫓の歴史と役割。櫓は弥生時代から始まる。櫓の起源は弓矢などの武器庫や防御のための矢の蔵、矢を射る場所だと言われているぞ。櫓は櫓とも書かれていた。櫓は弥生時代古代から使われてきたお城の基本パーツの一つ。弥生時代の環濠集落吉野ヶ里遺跡では櫓が建てられていた跡が発掘されていて、復元された櫓を見ることができる。弥生時代の後も飛鳥、平安、室町、戦国、江戸時代と形を変えながら櫓は使われ続けてきた。櫓は城門や堀とともに防御を担う施設で、天守のないお城はあっても櫓のないお城はなかったぞ。続いて櫓の役割について。櫓の役割は2つあって、1つは物見攻撃で、もう1つは倉庫だ。櫓は背の高い建物なので周囲をよく見渡せることから物見警戒として最適だった。また近づいてきた敵に有利な高所から攻撃を加えることもできたぞ。戦国江戸時代になると櫓は物見攻撃しやすい場所としてお城の区画である曲の隅に建てられるようになる。2つ目の役割として、櫓は合戦がない時は倉庫として利用されてきた。江戸時代は合戦がなかったから櫓はもっぱら倉庫として使われていた。また櫓の名前は保管している物資、武器から名前が付けられることもある。次は櫓の形。櫓にも天守と同じで望楼型と双塔型という2つの形がある。望楼型、双塔型については別の動画で解説しているので概要欄にリンクを貼っておくので、そちらを見てほしい。櫓の大きさを表す時も天守と同じで銃と貝を使う。例えば熊本城にある戸櫓は屋根は3つで内部は5階あるので35階の櫓と表現する。天守と櫓の基本的な構造は同じだ。次は櫓の種類を4つ紹介する。1つ目は最高格式の櫓、三重櫓だ。三重櫓は櫓の中でも最高の格式を持っている。なので天守を持たないお城でも三重櫓を天守の代わりに建てることもあった。弘前城や丸亀城にある現存天守ももともとは天守台様の三重櫓だった。天守台様で建てられたものを除くと三重櫓は多くは建てられておらず、大きなお城に限られていた。中でも熊本城では5棟もの三重櫓が建っていた。そのうち現存している宇土櫓は第3の天守とも呼ばれている。2つ目は江戸時代の標準、二重櫓だ。二重櫓は江戸時代のお城では標準的な櫓だった。そのため多くのお城で建てられ、二重櫓だけで三重櫓などを建てていないお城もあったぞ。櫓の役割の一つ、物見攻撃の観点から1階建ての平櫓では高さが足りないので二重櫓が理想的。二重櫓は構造上の制約が少なく、平面が台形やひし形、L 字に折れ曲がった櫓もあるほどだ。3つ目は1階建ての平櫓。平櫓は1階建ての最も簡単な櫓だ。物見攻撃の効果はあまり期待されていなかったので倉庫として利用されることが多かった。本丸や二の丸に建てられる例は少なく、三の丸などお城の外周や天守に付属する付け櫓として建てられてきた。4つ目は鉄壁の防御になった多門櫓。多門櫓は石垣など城壁の上に長く続く櫓で、多門櫓と書かれることもある。多門とは長屋のことだ。多門櫓の名前の由来には戦国武将
松永久秀の居城、多聞城で初めて建てられたとか、毘沙門天、多聞天を祀っていたからという説もある。多聞櫓は本丸の周囲や重要な城門の付近に建てられてきた。廓の隅には天守や櫓があったので、多聞櫓がそれらをつなげている。ちなみに櫓と櫓をつなげている多聞櫓を渡り櫓、続き櫓と呼ぶこともある。土塀より構造的に頑丈で、天気に関係なく火縄銃が使用可能になったことから、多聞櫓は突破することができない鉄壁の防御になった。続いては天守と櫓の違い。天守と櫓の違いの一つは窓です。天守には四方に窓が開けられているのに対して、櫓の城内側には窓はなかった。なぜ天守と櫓の窓でこのような違いがあったのか。理由は藩主のいる御殿を見下ろせないようにするため。江戸時代、家臣が御殿を見下ろすことは禁じられていた。そのため御殿を見下ろせないようにするため、櫓の城内側に窓を設けていなかった。天守から御殿を見下ろすこともあるのではと疑問に思うかもしれない。けれどその心配はない。なぜなら天守は通常締め切られていて、年に数回の点検や掃除の時にしか中に入ることができなかったからだ。5つ目は地域差があった櫓の数について。江戸時代のお城に建てられていた櫓の数にはかなりの地域差があった。西日本のお城が東日本のお城より圧倒的に多くの櫓を建てていた。西日本のお城の中でも特に多くの櫓を建てていたのが大阪城、姫路城、岡山城、福山城、広島城、熊本城の6つ。頭数でいうと広島城が最多で、20櫓を35と、平櫓を45と、多聞櫓は約415メートルもあった。対して東日本のお城では、幕府の江戸城を別にすると、伊達政宗の仙台城でも、30櫓を4棟、20櫓を2棟、平櫓を1棟、多聞櫓は約142メートルだった。なぜこれほど櫓の数に地域差があるのか。江戸幕府との関係に理由がある。江戸幕府のお膝元でもある関東地方では、お城の防御を頑張る必要はなく、櫓を多く建てなくてもよかった。むしろたくさんの櫓を建ててしまうと幕府から疑われてしまう。西日本では幕府との関係が深くない外様大名が多く、その外様大名同士でもいがみ合っていた。そのためお城に多くの櫓を建てることで防御を強化し、合戦に備える必要があったのだ。最後に櫓の名前の付け方を5つだ。最初は番号やいろはで付けられた名前の櫓。先ほど解説したように西日本のお城では多くの櫓を建てていた。なので一つ一つの櫓に凝った名前を付けていくと分かりにくくなってしまう。このため番号やいろはで櫓の名前を付けていた。大阪城には1番櫓と6番櫓が現存している。また姫路城の天守と小天守をつないでいる渡り櫓には、井の渡り櫓、炉の渡り櫓、葉の渡り櫓、二の渡り櫓と名前が付けられているぞ。2つ目は方角、十二支で付けられた名前の櫓。櫓の数がそれほど多くない場合、本丸を中心にした方角で櫓の名前を付けていた。名古屋城に現存している3つの櫓、西南隅櫓、東南隅櫓、西北隅櫓は本丸から見て西南、東南、西北の方角にある。また十二支を使って名前を付ける櫓もあった。十二支は方角も表していたため、本丸から見て櫓のある方角の十二支を使って辰巳櫓、羊猿櫓、牛虎櫓などと名前が付けられていた。続いて保管しておく武器、物資から付けられた名前の櫓。江戸時代の櫓は倉庫として使われていた。なので保管されている物資から付けられた名前の櫓もあった。例えば鉄砲櫓、弓櫓、槍櫓、炎章櫓は鉄砲や弓、槍、火薬を保管していた櫓だ。星井櫓、塩櫓、荒目櫓は
保存食や塩を保管していた。ちなみにアラメとは海藻を干物にした保存食のことだ。4つ目は特別な役割から付けられた名前の櫓。特別な役割が与えられていた櫓はその役割から名前が付けられることもあった。太鼓櫓はその名前の通り中に太鼓が置かれていて太鼓を時報として利用していた。井戸櫓はそのまま櫓の中に井戸がある櫓。潮見櫓は海に面したお城で海上交通を監視する役割があった。着湯櫓は合戦の時に集まってきた兵士の人数などをチェックするための櫓だ。月見櫓は城主が月見を楽しむための櫓で、櫓といっても戦闘向きじゃなく縁側を設けたり開放的な作りになっている。最後の5つ目は逸話や由来から付けられた名前の櫓。富士見櫓は東海関東地方のお城で建てられた櫓。実際に富士山が見えたのかわからない櫓もある。富士見櫓には三重櫓が多く、江戸城や川越城では天守の代わりとされていた。伏見櫓は京都の伏見城の櫓を移築したものと伝えられている櫓。福山城の伏見櫓は梁の刻銘などから実際に伏見城から移築された櫓だと確認されている。千貫櫓は大阪城にある櫓だ。秀吉の大阪城築城以前、この場所にあった大阪本願寺を攻めていた和氏が櫓を落とした者に一千貫の褒美を与えると言ったという逸話から名前が付けられた。清須櫓は名古屋城の西北隅櫓の別名。徳川家康は名古屋城築城の時に清須城を取り壊して資材を再利用していた。清須櫓は清須城天守を移築したものと伝わっていて、天守かどうかはわからないけど清須櫓の柱や梁に残っている跡から実際に移築された櫓であることは確かだ。今回はお城の櫓について解説してきた。櫓は天守と違って一つのお城にいくつも建てられてきた。そのため現存天守が12棟なのに対して現存している櫓は100棟以上ある。このうち79棟が国の重要文化財に指定されている。今度お城巡りをするときには櫓に注目してみてはいかがだろうか。ここまで聞いてくれてありがとう。今回の内容はブログ版もあるのでよかったら読んでみてほしい。 URL は概要欄に貼っておくぞ。いいねとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。ではまた会おう。